あなたと今桐生市相生町にある富士山食堂さんに来ています。ずっと来たかったんだよな。だいたい駐車場は混んでるイメージです。そして今日も駐車場は混み込み。このガラス張りの外観、車の止め場がないわ。さすが人気店です。店内はテーブルカウンター小上がり席、卓上はシンプルです。メニューです。壁に貼られてるのが気になりがち。ランチがかなりお得ですね。夜のメニューしか事前に見てなかった。ランチはやっぱりセットもあるしいいですね。それぞれ大盛りもできます。こちらは夜もやっているメニューかな。どっちにしてもリーズナブルです。この絵見て食べたくなる。どうしよっかな。ソースカツ丼セット913円。ドロロロリン。富士山食堂さんといったらソースカツでしょう。しかも選べるドリンクとお漬物付き。おしゃれな丼に入ったラーメン。ミニだけどカツは2つのソースカツ丼。これで1000円切るのは素晴らしい。うまげ。スープは油が多めです。こってりかな。麺はほんのり平ため。やっぱりランチはセットの方が多かったです。うまげ。いただきます。スープは見た目以上にあっさりしてます。汁感できそうな感じですね。でも味はしっかり。麺はほんのり平打ちなので食べ応えがあり、うまい。ラーメンにはチャーシュー、ナルト、海苔、メンマにネギです。相方もすごく喜んで食べています。メンマがかなりたっぷり入ってましたね。そして楽しみにしていたソースカツ丼、かわいいサイズです。ご飯はキャベツなし。ソースご飯が好き。女性にはちょうどいいサイズです。大食い男子は大盛りにしましょう。衣がサックサク、甘じょっぱいソースがたまらん。カツは柔らかく食べやすいです。ご飯よりおかずは多め。中はこんな感じです。衣は薄めでした。オムライス880円。ドロロロ。私はオムライス。洋風のスープがついて、このトロトロ卵が素晴らしい。見てわかる美味しい感。令和版オムライスだなこりゃ。胡椒が入ったわかめスープです。用にはようさすがです。優しい感じにブラックペッパーがいいですね。あっさりしてます。こちらの富士山食堂さんはソースカツも人気だけどオムライスも人気だそうです。これは人気出るよね。男性も女性も惚れ惚れする見た目でしょ。ちょこんとかかったトマトソースも綺麗。スプーンを入れるのがもったいないなーって言いながら容赦なく入れてやる。大盛りにすればよかったなーと食べる前から後悔してます。うまげ。ご飯の中には玉ねぎに鶏肉、綺麗だ。黄色と赤って見た目がいいですよね。そしてオムライスは久々だな。うわーうまい。味がしっかりしているチキンライスに卵のトロトロが広がります。鶏肉は胸肉ですが柔らかいです。チキンライスはべっちゃりしてなくて一粒一粒離れています。チキンライスの味が本当にいいな。中はこんな感じです。大盛り必須だったなマジで。今回は人気の2品がいけてよかったです。トロトロオムライスっていうのはこういうことだ。スプーンが止まらず秒で終わります。ケチャップかけると卵で滑っていく。絶妙な味付けが人気の証拠なんだろうな。3秒ルール発動。あーうますぎた。
ソースカツ丼セットごちそうさまでした。オムライスごちそうさまでした。それでは振り返りです。ソースカツ丼もオムライスもパーフェクト。おしゃれな雰囲気かと思ったけど、がっつり食えます。男性ファンがかなり多く感じました。店員さんも神対応、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。散りばめられたピース。